それでは、アークオブアルケミスト実況を始めたいと思います。まず今回プレイするのは、始まりの砂漠の第2エリア、侵食する砂地、どんな冒険が待っているのでしょうか？それでは早速、始めていきましょう。まずは今回、ルナギアで使えるオーブの種類が一つ増えました。土のオーブですね。侵食する砂地では、この土のオーブをどう使うかが攻略のポイントになっているみたいですよ。土のオーブですが、基本はこうやって土のブロックを出すことができます。何に使うのかというと、こういう高い段差に登ったり、あとは壁を作って敵の攻撃を防いだりみたいです。マップにびっくりマークのアイコンが出ていますが、アイコンの場所まで進むとイベントが発生するので、行き先に迷った時なんかはアイコンを目指して進むと良いですね。というわけで、どんどん進みましょう。ちなみに今回は斧を使ってみています。斧はとにかくパワーが強いですね。リーチや素早さが剣や槍に比べると劣る部分がありますが、とにかく圧倒的な攻撃力を誇ります。あとはこのようにダメ攻撃なんかもできるので、一撃必殺的な使い方が得意な武器です。ここではキャンプができるみたいですね。体力の回復だったり、使ったオーブも復活するみたいです。進んでいきましょう。固定砲台ですね。ここで敵に囲まれると厄介です。ここは何でしょうか？風？まあまずはあのカエルやっちゃいましょう。カエル強くね。ダメだ、一回キャンプに戻ります。さて、メンバーを変えつつ、武器も槍に変えてみました。素早い攻撃の、ヒット&アウェイ先行で行ってみます。おとなしくしな。こいつはどうだ。どうやらあのカエル、弱点が炎みたいなんですね。となると、火のオーブを使ってみるのはどうでしょう？は、間違えた。は、曲がった。あ、当たった。ちょ、また出た。やっぱまっすぐ行かない。おとなしくしな。ここから風出てない？お？お？風止まってるやん。こいつはどうだ？おとなしくしない。母なる大地よ。なるほどね。奴に仕掛けるぞ。おとなしくしない。よし、まっすぐ進んでる。この調子で戦います。ということで、カエルはすべて倒しました。回復しとこ。川？あれ、進めない。さて、川はどうするのか。見た感じ、あの岩が怪しいですよね。あそこには、どうやって行ったものやら。この氷だな。母なる大地よ。また間違えた。照らし出せ炎よ。ほい。炎よ。ほい。照らし出せ炎よ。
ほい。照らし出せ炎よ。お、止まったぽい。通れました。さて次は、イベントポイントありますね。行ってみましょう。イベント始まりました。この辺は例によって、ネタバレにもなるので、カットです。はい、じゃあ。ん？え、待ってボス？ボスなの？え、強っ。待って、やめて。でかいの2体はずるいよ。痛恨の空振り。はい、どうやらまだ修行が足りないみたいですね。次回に続く。